ラインネッカーエースバーンは、ドイツのラインネッカー大都市圏に広がる都市近郊鉄道である。2003年に開業した。路線網は、ラインラントップファルツ州、バーデンビュルテンベルク州、ヘッセン州、ザールラント州と広範囲に広がり、マンハイム、ハイデルベルク、ルートビヒスハーフェン、カイザースラウテルンの各都市を中心に結ばれている。 2020年12月まで形成された S バーンの路線は下のように表示される。S3 系統はカールスルーエに乗り入れており、同市のシュタットバーンも S バーンと似た性格の近郊輸送網が構築され、S から始まる系統番号が付与されるが重複しないよう設定されている。現在、S バーンによって運営される近郊列車路線は次の系統がある。 この路線が将来 S バーン系統に編入されると、ラインネッカー S バーンは 550km158 駅を保有することとなる。すでに1973年、連邦鉄道、連邦郵便、マンハイム、ルートビヒシハーフェン、ハイデルベルクは、ラインネッカー大都市圏に S バーン企画を実行する目的で、ラインネッカー地域交通協会を創立した。 S バーンの運営は1977年開始されると期待されたが何度も延期になった。1996年3月3つの連邦州、ドイツ鉄道、ラインネッカー運輸連合は S バーンの建設及び財務に関する契約を調印した。当時の路線網はノイシュタットとシュパイアーからエーバーバッハとブルクサールまでとして決定されて選択としてカイザースラウテルン、 ゲルメルスハイム、モースバッハ、カールスルーエまでの列車運行も考慮された。2001年発 S バーンラインネッカーの拡張は、建設、財務に関する2番目の契約で決定された。ノイスタット駅で停車する S1 電車2003年12月14日、時刻表定期変更の時、S バーン運営権は、ヨーロッパ連合の入札によって、DB レギオに、 12年の有効期間で与えられた。DB レギオとの交通会社とマンハイム市、ルートビヒスハーフェン市、ハイデルベルク市の共同入札の申し込みは入札直前に企業連合法の席計のため撤回されなければならなかった。それは例の3都市が DB レギオの子会社のラインネカー地域バス会社に私分を持っていたわけである。3都市の交通会社が ラインネッカ交通有限会社に統合されることがすでに進行されていた。したがって、この地域のすべての地域輸送は、RNV とそれが共同管理する二つの企業、すなわち、BRN と S バーンコンソーシアムの手に委ねられていたと思われる。入札問題で撤回したユーロ鉄道及びトランス、レギオ鉄道とコネックスの共同企業体も S バーンの入札に参加した。 2001年までのラインアップでは、S バーン用のコースと乗降場は準備された。建設工事のみの投資額は2億6千万ユーロで、新車の購入に1億9千万ユーロが追加された。交通量大増加のために、緊急に必要とされ、増設されたマンハイムとルートビヒスハーフェン間のライン、鉄道橋の以外に、シュフェルシタット駅の新しい迂回線路は長距離。 交通用として構築された。ベルリナー広場のルートビヒスハーフェン中央駅も完全に再建された。新しい S バーン列車の工場はまた列車のメンテナンスのためにルートビヒスハーフェン中央駅の敷地内に建てられた。S バーンの乗降場にはスタンダードが導入され、高さ76センチメートルのプラットフォームで利用しやすい出入り口と部分的にエレベーターが設置された。 いくつかの駅には、永久的な線路施設物や乗降場の位置が、決定されなかった時に、臨時に、木材の板敷きで乗降場が高まった。2006年末、シュパイアー・ゲルマースハイム区間で、電化と3つの駅の改修が完了した。同年12月、マンハイム・ザールブリュッケン線では、S 番路線はホンブルクまで延伸された。ラインネッカー運行周期の現実化プログラム2010。 S バーン運営開始の直後、まだ S バーンの路線網で開業されなかった都市と地域を互いに結ぶために第二次建設段階が企画された。ホンブルグ、ブルクサール、カールスルーエ、エピンゲン、ダルムシュタとボルムスまで路線網を設定するラインネッカー運行周期の現実化プログラム2010は2004年企画されたが2年後再び取り消された。その理由は 地方鉄道交通手段の縮小、そして運送量増大に必要な基盤施設の対策の遅れだった。エピンゲンへの路線拡張は2000年11月初めて提案された。2002年8月アグナスターハウゼン、フリードリヒソハール・ヤクストフェルト、エピンゲン方面の3路線の電車線工事に関して、費用収益指数が3.7に至った。2007年9月20日、 建設及び財務契約は調印された。2009年12月から S5 系統はハイデルベルクエピンゲン区間に1時間間隔で運行開始され、経由路線はネッカー国線、エルゼンツタニ線、シュタインフルトエピンゲン線である。2010年6月には S51 系統の運行はメッケスハイム・アグラスターハウゼン区間に始まり、その区間は キューバーデン・オーデン・バルト鉄道の一部にあたる。グラーベン・ノイドルフ駅で停車する S33 電車ブルーライン線のゲルメルスハイム、ブルクサール区間は2011年12月11日、S バーン路線網に編入され、S4 系統の延伸区間となった。ただしこの区間は、混同を避けるために S33 の系統名で運営されている。ゲルメルスハイム。 グラーベンノイドル副官の電化は3つの駅のおやせつは2010年7月に始まり17ヶ月がかかった。早々内容の約3170万ユーロが使われて、ほとんどの乗降場は障壁なしで改築された。2018年6月10日、マインツ・マンハイム間を運行した普通列車系統が S バーン系統と転換された。 2006年初から425軽電車が普通列車として投入された。2012年からいくつかの駅で改修工事が行われ、2015年6月、リーンハイム駅とフランケンタール南駅が新設された。2003年の開業より425型が運用されている。2015年10月から本来に導入された40。 編成の2世代車両だけではなく37編成の車両も改造された。後者の車両には、ラインネッカー地域だけではなく、他の地域で運用された普通列車も属する。2017年8月新開発電車である DB463 型の3編成車両が注文された。2020年12月からこの電車は新しい路線に投入される予定である。 ありがとうございます。